い、どうも皆さん、こんにちは。真壁です。真壁の米株取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジム・クレマーをフォローしています。いやー、ちょっとね、出張で間行ってしまったんですけども、6月17日金曜日のマットマネーですけども、ジム・クレマーね、マーケットっていうのは普通、上がってて、売られたとしても、あ、売りが終わったなと思われたらまた回復してくるもんなんだけども。だから、本当今は逆だよなと言ってるんですよね。下がってて、お、大丈夫かなと思ったら、いろんなセクターがやっぱり疑問投げかけてくるから。だからまた落ちるよなと。例えばこの週だってとジムクレマーやってて、ダウ月曜日に大きく下がって、火曜日も続落して、水曜日ね FOMC で、お、大丈夫かなと思ったら、もう完全なこれブルトラップだと。木曜日ダーン下がって、で金曜日も下がった、そういう日になったよなと言ってるんですよね。上がるたびにいろんなセクターが疑問を投げかけてくる。例えば水曜日はテクノロジー株、木曜日は工業株だった、そしてこの金曜日エネルギー株だったよなと言ってるんですよ。で、本当ね、そういう下げっていうのは本当に今残忍で完全に疲れ果ててしまう、そういう下げだよなと言ってるんですよね。それが今のマーケットなんだと。残念ながらそういうことになってる。まあただこの日はね、下げがちょっと一時的に休憩の日になって、まあダウは下がったんですけども、マイナス 0.13% だけど、 SP500 はプラス 0.22%、 ナスダックはプラス 1.43%、 まあ一時的には上がった、そういう日になったよなと。ただ俯瞰で見るとね、これ SPY ですけども、いやーほんとね、ここでせっかく上がったのに一回休憩した後に前の週の後半でドーン下がって、そして続落したと、そういうことですよね。でここね、水曜日だけピョコーンとねブルトラップがあると、結局でもめちゃくちゃ大きく下落した週になったと。でこの水曜日のブルトラップ、これはやっぱりねパウエルさんのせいですよね。この FOMC の前は 0.5% の利上げでしょうと、これかなりねクリアなメッセージが FRB から出てたのに、結局この水曜日どうなったかっていうと、10対1の賛成多数で 0.75 ポイントの引き上げ、これが決定されたってことなんですよね。10対1ということでね、一人だけね、カンザスシティ連銀のエスター・ジョージ総裁だけ 0.5% の利上げを支持して、で後の人は全員 0.75% を支持して 0.75% の利上げになったと。ただね、この時ねパウエルさん言ったのは、今回 0.75 ボーン上げたけども、この規模の利上げが普通になるとは思ってないと一応言いながら、で次のね7月の FOMC 0.5 か 0.75 かどっちかになる可能性高いだろうけども、でもどっちとは明言しなかったんですよね。でまあ失業率については、5月の 3.6% から今年末にはね、もしかしたら 3.7% で、2024年には 4.1% ぐらいまで上がるんじゃないかと、そういう見通しが示されてて、まあ今後2年間でね失業率徐々に上がっていくと、まあだから案にねリセッションのリスクあるよと。ただこの水曜日の FOMC のね、あと当初は、お、結構がっつりいったなと、これでインフレ抑制への取り組み強化できてるなと、インフレを退治する決意はっきり示されたということで、初め交換されて株価ドーン上がったんですよね。ただその後やっぱり木曜日株価ドーン下がって、いやーやっぱねソフトランディング難しいんじゃないかと、リセッションやっぱり避けれないんじゃないか。でやっぱねインフレはインフレで制御不能になってきてて、次に何が起こるのか予想するの本当難しくなってきてるよなと。不確実性高まるとやっぱ株価落ちますから。でしかもねパウエル議長、変動の大きいね食品とかエネルギー価格を含むヘッドラインのインフレ率、これ注視するよっていうことね言ったりしてるんで、それもね、本当になんでっていう、今までエネルギーと食品を除いたねコアインフレ率で勝負してたのに、ちょっとここはやっぱねどうなってるか分かんないというか、明るい未来やっぱ見えないんじゃないかということで、水曜日上がった後一段と下がって終わってるってことなんですよね。で結局ね水曜日プラスの時は週でもプラスだったんだけども、結局この週もマイナスの週になって、だここの上がりは良かったんだけども、1週2週3週とジムクレマーね、いやーほんと3週間連続の下げになったなと、下げ止まらないなと言ってるんですよね。でこの週ほんと下落大きくて、このね1週間の変動ですけども、本当に真っ赤っかですよね。本当に下落の週になった。もうマイナス 5% 6% 当たり前で、2桁マイナスも本当当たり前ですよね、これ見てるとね。で、ジムクレーマー、じゃあね、この金曜日の動き、この1日の動きだけ見てみると、それはやっぱり、その1日の中でも今の相場象徴するような、ジェットコースターのような相場になってるよなと、例えばこの日と言ってドーンチャート出してるんですけども、まあ結構低く始まって、でも初め上に上がってて、おー、そうか。午前中上がるか、さすがに前の木曜日大きく下がったかなと思ってたら、いきなり急落に転じて、でジムクレーマーね、いつも自分朝の10時20分に CNBC インベスティングクラブのモーニングコールやってるんだけども、
その時まだねマーケットねマシだと思ったんだけども、でモーニングコール始まった瞬間ぐらいから本当ドーン落ち始めて、ああダメだなと思って、でモーニングコール終わる頃にはおまた回復してきたぞみたいになって、本当慌ただしい感じだったよなと言ってるんですよね。でまたここムニャムニャした後に、で午後はね結構回復して、でこのままグー行くのかなと思ったらやっぱ下がって終わったってことなんですよ。でジムクレマねこういうねジェットコースターのような一日の中でもいろんな様相を持つようなそういうのってどういう状況の時に多いかというと、これだと言ってるんですよね。もうね多くの人が、あーやっぱりダメかと、タオルをどんどん投げてる時にこういうのが起こりやすいんだと言ってるんですよ。あーもうこういう相場だと何をやっててもダメだなと、何を持ってもダメかもしれない、もう全部放り投げてしまう、今の相場ハードすぎる、そうやって多くの人がタオルを投げてる時にこういう相場作られるんだと言ってるんですよね。でここまでねひとしきりいろんなセクター売られてきたけども、この金曜日特に今まで本当に残ってたエネルギーセクター、これさえ売られたよなと言ってるんですよね。でそれはやっぱね石油の価格急落したからなってことなんですよ。でもうね月曜日からだけでもね石油価格 10% 以上落ちてるんですよね。でこの金曜日の下げ本当にひどくて、これ、ね、クルードオイル WTI ですけども、本当ここね下げすごいですよね。で今週に入ってからも本当に落ちてると。でジムクレマねこういうことは石油株にとっては悲劇だよなと。でエネルギー株本当に大きくここのところ下がってるよなってことなんですよね。これエネルギー株のね ETF ですけども、ただジムクレマね石油が下がるってこと自体は石油株にとっては悲劇なんだけども、全体にとってはポジティブなことだと言ってるんですよね。なぜならね自分たちのインフレとの戦い、これがきちんと進んでるということだから。でやっぱね石油下がってくると他のセクターちょっと良くなったりするんだと。え例えばアドビの株下がってたんだけども、やっぱね石油は、ね、7% 以上ドーン落ちることでちょっと回復したよなと言ってるんですよ。でそうなんですよね、アドビとかもまあそもそもねダダ下がりなんですけども、アドビさらにここでねドーン急落してたんですよね。でこれなんでかっていうと、来期のね売上だけ見てほしい、これ下方修正したんですよ。為替変動の影響もしくはやっぱりねロシアとベラルーシでのアドビの販売停止、これが響くから売上高ドーンと引き下げて、で株価ダメになってたんですけども、まあ石油が下がったから、あじゃあってことでこれね上がったよなと。まあでもね俯瞰で見てみるとアドビ株こんな感じなんですけども、下げがマシになったよって言ってもね、ほんとねまあちょっとこのね下髭がちょっと出たっていうだけなんですけどね、本当に大きく下がってきてるんですけども。でジムクレマね、ただね株価全体的にはこの日引けにかけてやっぱり弱くなって、でそれはやっぱり3連休だからと言ってるんですよね。まあ後から出てきますけども、次の月曜日マーケット休みなんで、やっぱりこういうネガティブな時に3連休前に変な株ずっと持っときたくないんだと、だからちょっと処分しとこうかなっていう人も結構出たよなってことなんですよね。ジムクレマパウエル議長はね、とにかくインフレとの戦いに勝たないといけない。でパウエルさんね、次の週上院と下院で議会証言して議員からの質問に答えないといけないと、そういう時間があるんだけども、まあ例えばね石油価格ドーン落ちてるからそれについてポジティブなこと言えばいいんじゃないかなと言ってるんですよね。石油価格の高騰がインフレにおける最もメジャーなソースの一つだから、だからそれ落ち着いてきたことはポジティブなこと言ってもいいんじゃないかなと。だけどジムクレマはね、長期的に見れば自分は石油価格下がり続けるとは思わないよと言ってるんですよね。ロシアとウクライナの状況もね長期化してて、それがね解決したら別だけども、そうじゃなければ石油価格ずっと下がり続けることはないんじゃないかと。ということは今弱くなってる石油株自分は好きなんだよねと言ってるんですよね。だジムクレマね、自分のファンドも高配当の石油株実際ねこの弱くなったところで買いましたんだと言ってるんですよ。で確かにホワイトハウスはねさらに石油価格下げたがってるんだけども、でも彼らは素早くそうできるだけのねパワーとか票を議会で握ってないから、だから下げ限定的なんじゃないかなとジムクレマやってるんですよね。で今ねパウエル議長、歴代のフェッドの議長と比べてもかなりのハードな時期に入ってるんだと言ってるんですよ。彼はもうね雇用の創出よりもやっぱインフレの打倒、こっちへはっきりとねプライオリティを移すことを宣言しないといけないよと、まあ、とにかくインフレを退治するんだと。多少失業率が上がったって、多少経済が冷えたって、プライオリティはインフレを止めることだよと。で過去ねそういう時期でハードじゃない時期っていうのはどこにもなかったんだと言ってるんですよね。例外なく今はハードな時期、ここからね注視すべきは石油価格とかが引き続き落ちてインフレの数字下がってくるのかどうか、これやっぱ注視しないといけないよなと。ただ繰り返すけども
ジュムクレーマー、自分は長期で石油価格下がり続けるとは思わないんだけども。まあ、そういうことも踏まえて、さあ、次の週のゲームプラン、見ていこうじゃないかってことなんですよね。はい、で、ジュムクレーマーのね、次の週のゲームプラン、ドーンなんですけども、まずね、月曜日、これマーケットお休みなんだって言ってるんですよね。ジューンティーンスでお休みだよと。で、これはね、そもそも日曜日の、このジューンティーンスのホリデーの、これ6月19日のホリデーの、振り替え休日的に20日の月曜日、これ休みになるということなんですけども、で、僕ね、あれこんなん去年あったかなと思ったら、これすごく新しい祝日で、去年の6月にこのジューンティーンス、6月19日を連邦の祝日にしようっていう法律がね、成立したんですよね。だ、本当に新しい、下手したら今年初めてなんですよ、これね、株式市場休みなので。これね、ジューンティーンスなんですけども、6月のジューンとね、この19日のナインティーンス、これを合わせたジューンティーンスっていう、そういうことなんですけども、これなんで祝日かっていうと、ジムクレーマーね、一応ね、パッと説明してるんですけども、この日に最後の奴隷の人がテキサス州で解放された日と。で、ジムクレーマーね、南北戦争があって、まあ、シビルウォーですよ。で、その後ね、まだまだ吸ったもんだがあって、で、まだまだゴタゴタしてたのも1865年テキサス州のガルベストンで、まあ、僕ね、出張で行ったことありますけども、ガルベストンいいところなんですけども、ガルベストンで北軍のゴードン・グレイジャー将軍っていう人が、奴隷身分とされてきた全ての人々は自由であると、そういうね、連邦政府からの命令書を読み上げた、その日を記念してやってるってことなんですよね。で、その後もね、まだまだいろいろあって、奴隷っていう身分、これね、形的にはなくなったんですけども、その後も隔離政策とか厳然とした差別状態っていうのは続いて、で、その後のね、公民権運動でどんどんそういうのが薄れてったと、そういうことなんですけども、まあ、ジューンティーンス、とにかく月曜日マーケット休みということで、はい、で、火曜日なんですけども、ジムクレーマーね、火曜日はレナーの決算発表あるよと言ってるんですよ。ホームビルダーですよね。ジムクレーマー、このホームビルダーのセクター、上がり続ける家のローン金利が相まってね、長期間下落し続けてるんだけども、不思議とね、株としてはあんまりダウングレードされてきてこなかったんだよなと言ってるんですよね。ただやっぱり、家のローン金利のね、この上がりっていうのは本当えげつないからってことなんですよ。で、本当にそうなんですよね。このチャートね、家のね、30年ローンの金利なんですけども、いや、本当に、まあ、2017年とかね、4% とかで、で、5% ぐらいまで行ってたのがどん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 下がって、で、コービットを機にね、ドーン下がって、一時期はね、2.5、6% ぐらいまで行ってたのが、そっかじわじわ上がり出してから、で、今年に入ってのね、半年間ですよ。3% から、もう今 5.7% みたいな、こう、ぐわーなってるんですよね。5.7% あるとね、って思いますもんね。で、短期間でね、こんだけぐわーって上がられると、本当に家買いたくなくなりますよね。だってちょっと前まで半分以下だったんだもんって思いますよね。ただ、ジムクレーマー、その株価は厳しかったんだけども、株の格付け的にはあんまりダウングレードなかったんだけども、ただこの金曜日の朝、ようやくというかなんというか、トルブラザーズの株がアナリストからのダウングレードを受けたんだと言ってるんですよ。で、ジムクレーマー、もうね、トルブラザーズなんか高値から 45% も株価下がってんのに、今ここでダウングレードするか、みたいな感じなんだけども、そうだったんだよなと。で、ジムクレーマーね、まあ言ってもね、ローン金利上がってるから、家の購買意欲、減退してるかもしれないけども、家の値段、まだまだ高いんだと。ということは、こっからまだダウンサイドあるかもしれないよと言ってるんですよ。でね、このね、トルブラザーズのダウングレードが、こう火曜日の決算が発表がある、レナーのダウングレードとかね、そういうの呼び起こすかもしれないなと言ってるんですよ。だからちょっと気をつけようねと言ってるんですよね。はい、で、ホームビルダーとしては水曜日に1個あるよと。KB ホームの決算発表もあるよって言ってるんですよ。で、この会社ね、最も議論が分かれるホームビルダーだって言ってるんですよね。で、なぜならば、SP500 全体でも、この KB ホーム、最も PR が低い会社だからって言ってるんですよね。で、今ね、フォワード PR、2.3 しかないんですよ。ジムクレーマーね、たった利益の2倍の株価。これね、何を意味してるかっていうと、彼らの利益見積もり、高すぎるっていうことを意味してるんだけども。だからね、KB ホームの株価、ほんとここまで安くなってるわけだからって言ってて、で、本当にね、どんどん下がって、で、ここ最近の下げほんときついですけども。まあ、ここまで下がってきてるから、ジムクレーマー、もしね、1日前の火曜日のレナーの決算後に、レナーの株価が下がらなかったら、KB ホーム、もしかしたらそこで買っていいかもしれないよと言ってるんですよ。もしかしたらこれね、ボトムつけてるかもしれないから、1日前のレナーの決算でレナーの株下がんなかったら、KB ホーム買って、お決算待ってもいいんじゃないかと言ってるんですよね。ただ別に強くおすすめするわけじゃもちろんないけどもと。ただめちゃくちゃ安いよなってことなんですよね。はい、で、水曜日なんですけども、ジムクレーマー。
さらにコーンフェリーの決算発表あるよって言ってるんですよ。でこの会社ね、人材コンサルティングの会社なんですよね。で特に CEO とかね、あと CFO とか、その他のね、上級管理職とか取締役とか、そういうのの人材を中心にしてるコンサルティング会社なんですよ。で自分からもね、この会社ね、今まではいい数字出しても誰も気にしてないような、そういう風に見える会社だったから、長年この会社のこと注意払ってこなかったんだけども、ただね、今ね、状況がね、ガラッと変わりつつあって、もしかしたら労働市場タイトになってくるかもしれない。利上げどんどん進む世の中で失業率も増えたりすんのかどうか、そういう世の中だから、このね、高級人材のコンサルティング会社、この会社が何を言うのかっていうのがこれから注目になってくるから、これカンファレンスコールとか聞いてみようじゃないかって言ってるんですよね。いや僕もね、コーンフェリー全然注目したことなかったですけども、ジムクレーマーこれからは注目だと言ってるんですよ。はい、で木曜日なんですけども、ジムクレーマー木曜日はダーデンレストランツの決算発表あるよと、オリーブガーデンとかの親会社だって言ってるんですよね。でこの会社の株ね、もはやね、複数のダウングレードを受けてて打撃受けてるんだと。でジムクレーマー、自分は今回の決算もね、弱い数字なんじゃないかと思ってるよと。上がり続けるコストと賃金、そして固くなってきてる消費者の財布の紐、こういうことがやっぱね、ネガティブに働くんじゃないかと。しかもね、ジムクレーマー過去にこの会社の CEO と喋ってた時言ってたのが、この会社の業績結構ね、石油価格にセンシティブなんだと。上がれば上がるほどダメになってく、そういう意味では、まあ、最近ねちょろっとだけ石油価格下がりましたけども、言ってもずーっとね高止まりしてるんで、やっぱ今回の決算厳しいんじゃないかなと言ってるんですよね。まあダーデンもね、ほんと冴えないですよね。いや難しいですよね、リオープニングでドーン行くんじゃないかみたいなね、そういう声もね結構前にはあったんですけどね。はい、で木曜日、さらにフェデックスの決算発表あるよって言ってるんですよ。でフェデックスね、今ねちょっとゴタゴタしてるよなと。で今週のパフォーマンスは素晴らしかったような株のって言ってるんですよ。でそうなんですよね、このね月曜日と火曜日の間でトーン上がってたりするんですけども、フェデックスなんでこうやってね株価ね大きく動いてるかっていうと、 CEO とかね取締役がどんどん入れ替わってるんですよね。2週間前に新しい CEO がね就任したばっかりで、しかもアクティビスト投資家 D 賞っていうのがどんどん圧力かけてて、で四半期配当 53% 引き上げられて、で取締役もね新しい人がね送り込まれてるんですよ。でジムクレーマー、まあ自分はねフェデックスの今回の決算別にねいい数字だと思ってないよと言ってるんですよね。だからもし自分がフェデックスの株持ってるんだったら、まあこの決算前にねトーンって上がったここのところに乗じてちょっとは利確しとくけどなーって言ってるんですよ。まあでね、フェデックスの決算、あとね注目なのはフェデックスの業績そのものもあるけども、結局 e コマースがどれほどよくやってるか、これをね読み取るいい機会になるから、フェデックスの業績っていうのはそこのところ注目してるけどなと言ってるんですよね。ただ今ね e コマースもみんなが懐疑的になってるから、さあどうなるかなと言ってるんですよ。はい、で最後金曜日ですけども、金曜日カーマックスの決算発表あるよって言ってるんですよね。ジムクレーマーね、不幸にも自分たちまだまだ車不足の状態続いてるよなと。サプライチェーン問題とかもあって、でカーマックスねそこそこいい数字発表するんだろうけども、だけどグレートな数字じゃないんじゃないかなと言ってるんですよね。で今パウエル議長、インフレとの戦い前面に出すことによって需要に打撃を与えてしまう、でもそれはもうしょうがないんだと。そういうことが、そして結局は経済のスローダウンがインフレの真の打撃に必要だからとジムクレーマー言ってるんですよね。だからねカーマックスの株価もどんどん下がってるわけですけども、ジムクレーマー今回もねグレートな数字じゃないかもしれないけども、まあ、ちょっと注目しとこうじゃないかと、そういうことなんですよね。ということでこの週もね、まあ、なんかジムクレーマー雰囲気的にはまあ冴えない週になるんじゃないかなっていうことなんですよね。結局ジムクレーマーね結論なんだけども、株式市場の厳しさっていうのは続くと思うよと。もっとね失業率は高くなければいけない、もっと消費は落ち込まなければいけない、でもっとね石油価格下がらなければいけない、もっとそういう風にいろんなものが冷え込まない限りは株式市場の厳しさまだまだ続いていくんじゃないかなと言ってるんですよね。だからね株がね一時的でも上がった時っていうのはポジションを整理するいい機会として使うべきかもしれないよと。株価がねラリーしたって、フェッド的にはね株価ラリーしたから、おじゃあもっとアグレッシブにいったろかいとなるんだと。ただとジムクレーマーね最後に言っときたいのは、経済はねもう結構以前よりはいろんな数字見てても弱くなってると思うよと言ってるんですよね。だからもしかしたら多くの人が思ってるよりも痛みの時期っていうのは短いかもしれないけどなと、そう言って終わってるんですよね。
はい、ということで視聴者からも7電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まずアッビーは A でということなんですけども、まあ、これ製薬会社ですけども、ジムクレーマーね、自分のファンドこの株の巨大なポジション持ってるんだって言ってるんですよ。自分上に行くと思うよと、配当もいいしなと言ってるんですよね。で、今配当 4% ですよ。結構下がってきましたよね、一時期すごかったのが。はい、次 NVIDIA はってことなんですけども、いやー NVIDIA ね、ほんとね、結構下がってきましたよね、ほんとにね。ジムクレーマーめちゃくちゃ用心深く、でもね、買っていくべきだと思うよと言ってるんですよね。売り手わらわらと湧いてくる、株価が上がったたびに湧いてくるけども、ジムクレーマー自分は CEO の前線班支持するよと。まあ僕もね、ちょこちょこ買いまそうと思ってるんですけどね、また下がったらね。まあただね、ぐわーっとね、上に行く場面があるとすればかなり先のことになりそうですけどね。はい、次エイゴンよりはということで、これね、オランダのね、保険会社なんですけど、損害保険とかね、障害保険とか。ジムクレーマー、この種の会社で言えばこっちの方が好きだよと言ってるのがチャブなんですよ。で、サイクルによってはこういう保険会社めちゃくちゃよくやる株だから、でもエイゴンよりはチャブだよと言ってるんですよね。はい、次アメリカンエアラインズはということで、今という時期ね、普通は自分航空株おすすめしないんだけども、今株価$12、これは安いよなとジムクレーマーやってるんですよ。もう結構憂鬱を織り込んでるような、そういう株価なんじゃないかと、そういう意味ではと、こう質問者の人ね、こう持ってるんだけどと言ってるんですけども、まあ憂鬱を織り込んでる意味では OK だと思うよと言ってるんですよね。はい、次ラピッドセブンはあかんでということで、これね、サイバーセキュリティやってる企業ですけども、ジムクレーマー、これはお金儲けてないから今そういう会社はおすすめしないよと言ってるんですよ。はい、次コテラエナジーはええでということで、これジムクレーマーのファンド持ってるんですけども、本当にね、ここのところどう下がってきてますよね。ただジムクレーマーね、素晴らしいよと言ってるんですよ。大きく下がってきた、ここで買いだと思うよって言ってるんですよね。きちんとした配当もあって安い株だと思うよって言ってるんですよね。はい、次アプライドマテリアルズはええでということで、ジムクレーマーめちゃくちゃ好きだよこの会社って言ってるんですよ。ここで買ってもいいと思うよって言ってるんですよね。本当大きく押してきましたからね。いやー、まだダウンサイドの方がでかいんですかね。はい、次押し越しは A でということで、これね、車両メーカーなんですよね。いろんな車の車両の設計とか製造とか、あと自動車部品とかもやってるんですけども、ジムクレーマー、この会社はリアルなものを作ってそれを売って利益を上げてる会社だから、でその利益を株主に返してる会社だから、今という時期株価弱くなってきたら買い向かってもいいんじゃないかと、それも考えられる株だよと言ってるんですよね。はい、次プロセナよりはということで、これね、アイルランドのバイオテックなんですよ。パーキンソン病用のね、モノクロ抗体とか、まあいろんなのやってる会社なんですけども、ジムクレーマー、まあこの会社持つんだったらこっちの方がいいよと言ってるのがイーライリリなんですよね。イーライリリの方を持つのを勧めるよと言ってるんですよ。まあ僕も持ってるんですけどね。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければ毎日マットマネーの解説記事が届くメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。まあ、今回出張中でゴトゴトしてて一般動画はね全然出せなかったんですけども、メンバー限定動画かろうじてね、今この状況で買える後輩と10銘柄チャートで見る SP500 の未来と、メンバー限定投稿メンバー限定動画の方を優先してますんで、よろしければメンバー登録どうぞよろしくお願いします。あとね、サブチャンネルの方もどうぞよろしくお願いします。今週何があったかっていうと、小売りが全国展開を終えたら注意、あとジンキーさんね、子供が欲しくないお見合い相手、あとジムクレーマー、店頭に流行品が溢れ出したら売り逃げろ、あとね、6月前半のライトニングラウンドのまとめがあって、でジムクレーマー、KG 保有株が売り出されたら注意しようと、こういうことなんで、ぜひサブチャンネルの方もどうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、今回の英語なんですけども、一番最後のね、結論のところで、もっと高い失業率、もっと低い消費、そしてもっと低い石油価格、こういうパターンが見られない限りは、一時的にラリーがあったって、もしかしたらそれはね、売りの機会かもしれない。なぜならば、フェッドが株価のラリーがあったら、もっとアグレッシブになって、それが続かないように持っていくからなと言ってるのがこれです。The bottom line, until we see a pattern of higher unemployment,Lower consumer spending and lower oil prices, just presume that you need to sell stocks into any rally. Because the Fed's going to make sure those rallies are temporary. はい、そうですよね。The bottom line. Until we see a pattern of higher unemployment, lower consumer spending and lower oil prices, just presume that you need to sell stocks into any rally because the Fed's going to make sure those rallies are temporary. 長男次男どうぞ。The bottom line.
Until we see a pattern of higher unemployment, lower consumer spending, and lower oil prices, just presume that you need to sell stocks into any rally because the Fed's gonna make sure those rallies are temporary. 好きな日本のお菓子は？あの日本のさ、おせんべい、あの姫丸だっけ？ The bottom line.Until we see a pattern of higher unemployment, lower consumer spending, and lower oil prices, just presume that you need to sell stocks into any rally because the Fed's gonna make sure those rallies are temporary. 好きな日本のお菓子は？ラムネ。The bottom line, until we see a pattern of higher unemployment, lower consumer spending, and lower oil prices, just presume that you need to sell stocks into any rally.Because the Fed's going to make sure those rallies are temporary. はい、言ってますよね。で、今回これなんですよね。Make sure なんですよ。Make sure。これね、めちゃくちゃよく使う言葉なんですよね。で、まあ、大まかにね、二つの意味があって、まあ、二つというか、まあ、一つかな。まあ、もう確かめる、確認するって覚えとけばいいんですよね。で、特にね、事実とされてることとか、実際に誰かが何々をしたんだけどと、そう、過去のことについて確認すると。I think the door's locked.But can you go and make sure? ドアに鍵かけたと思うんだけども、行って確認してくれない? Make sure. 確認する。確かめるですよ。もしくは、Make sure all the windows are shut. すべての窓が閉まってるのを確認してくださいと。まあこれ確認するってことなんですけども、あと一つね。まあ似てるけど、違うのは、確実に何々するってことなんですよね。Make sure you bring the ticket with you. チケットを忘れずに持ってきてください。これだからね、未来のことなんで、何々を確認してくれないというよりは、絶対にこうやってくれと。まあでも講義の意味では確認しろよってことなんで、だって確認するって思っておけばいいんですけども、未来のことで確実にないないしろよっていうことにも使うと。I'll make sure the matter is taken care of. 必ず問題を解決しますと。問題が解決されることを確実にしておきますと。もしくは、Please make sure to send your budget proposal by November 15. 予算案を11月15日までに提出することを make sure してください。確実にしてくださいってことなんですよね。だから確かめる、確認するっていうのと、確実に忘れずに何々してくださいと。何々することを確認してくださいと。まあ、make sure なんでね。sure の状態を make する。確信している状態をちゃんと作ってくださいねってことなんでね。ということで、ジム・クレーマー。結論なんだけども、自分たちがもっと高い失業率とか、低い消費者の消費とか、または安い原油価格、そういうパターンを見るまでは、ただただこう思っといてくれと。どんなラリーがあったって、そこで株ね、売る好機になるんじゃないかというふうに思っといてくれと。なぜならば、フェッドが確実に、それらのラリーが一時的になるようにするからなってことなんですよね。確実にするからなと。あ、ラリーあるんだったらね、もっとアグレッシブにいっちゃおうっていうふうになるからなと。そういうことでしたね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして、本当にどうもありがとうございました。The bottom line, until we see a pattern of higher unemployment, lower consumer spending, and lower oil prices, just presume that you need to sell stocks into any rally, because the Fed's going to make sure those rallies are temporary. The bottom line, until we see a pattern of higher unemployment, lower consumer spending, and lower oil prices, just presume that you need to sell stocks into any rally, because the Fed's going to make sure those rallies are temporary. 好きな日本のお菓子は?あの日本のさ、おせんべい、あの姫丸だっけ?姫丸？うん。何それ？なんかさっきあの食べてたんだけど。あ、そう。うん。姫丸？ね、ちっちゃいおせんべいで、うん、まあなんかあのデコボコのやつ。ちっちゃいおせんべいでデコボコのやつ？うん。今持ってくるわ。あ、ちょっと持ってきて。やっぱ姫丸だ。本当だ、姫丸じゃん。あのこれ。お父さん見たことなかったけど、天の屋、あ、違うわ、天の屋の姫丸。美味しいよ。あれだ、歌舞伎揚げみたいなやつだな。この歌舞伎揚げって言うんだよ。歌舞伎揚げっていうの。あ、歌舞伎揚げだ。そう、ほら、歌舞伎揚げ。多分今あのわさび味食べてて、多分わさび味が姫丸なんじゃないかな、うん、かもしれないね。うん、天の屋、これ天の屋、うん、歌舞伎揚げ。なんで歌舞伎揚げっていうかというと、歌舞伎を揚げる。歌舞伎って知ってんの？知らない。歌舞伎知らない？お父さん一回だけね、見に行ったことない。お父さんのお母さんと。へえ。日本のね、よーっていうやつ。ああ、うん、あれ歌舞伎揚げっていうんだ。いや、それは歌舞伎揚げじゃないよ。歌舞伎っていうの。あ、歌舞伎か。そうそう、歌舞伎。まあなんかいろいろあるよ。歌舞伎とか浄瑠璃とか。ああ、日本の古典芸能で、ほら、ここ書いてあるじゃん。古典演劇。17世紀の初め頃から歌舞伎踊りが町民層の人気を集めて発達して演劇的な完成度を高めていきました。
で、それはいいんだけど、なんで歌舞伎揚げ、あ、え？あ、で、それは歌舞伎でしょ？うん。で、おせんべいはおせんべいで、日本独特のお菓子でしょ？うん。で、この、天野屋さんが、大人知らなかったけど、天野屋さんが、この歌舞伎とせんべいの両方の伝統文化を伝えようと、せんべいの包装袋に歌舞伎で使用されている定式幕、どんちょう、これだ。知ってるこれ。あのさ、演劇が始まる前にこう幕がさ、あって、幕が上がったらパチパチパチっていうその幕がこの色なんだよ。歌舞伎。赤緑黒。赤緑黒なんかな。で、そのどんちょうの模様を取り入れて、せんべいの一枚一枚に歌舞伎の家紋をデザインしたものを刻印して。え？これ家紋なの？家紋が入ってなって。これ。家紋って何？家紋。あ、元。家の印。お父さんの家もさ、こういう印あんの知ってる？へぇー。知らなかった。お父さん家の独自の家紋あるよ。へぇー。で、これはこうやって、ちゃんと元こうやって、カモ入れて焼き上げるとこうなってなって。え、これじゃあ何？これある？あるかな？ないんじゃない？あるのかな？ないんじゃない？なさそうだよね、これね。ただ、あ、でもこっちにありそうじゃない？ほら、うん。なんか多分書かれてんだよ。そうね。うん。それを上げて、だ家紋が書かれてるから歌舞伎揚げって言うんだって。へぇー。で、以前は固めに仕上げてたから、家紋のデザインはっきりと見えてたんだけども、今はなんかもうガサガサで見えないようになってんって。お父さん知らなかった。家紋が入ってるんだ。いや、お父さん歌舞伎揚げっていうのは知ってたけど。うん。俺も付き合ったよ。ああ、これね。これが好きなのね。うん。美味しいよ。美味しい？うん、なるほど。うん。これ、あれでしょう。うん？ちょっと高めの日本食品店で買ったでしょ。うん。行ってさ、なんか。贅沢。うちはそんなん買わないんです。そんな。そこそんないつも買わないんです。こんな贅沢品は。食べたかったもん。そんないつも買わないんです、こんな贅沢品を。あってさ、これ好きだから。うん、ああ、よかったね。お母さんにさ、なんか、うん、欲しいって言って。うん、お母さんすんなりうんって言った？本当に、うん、うちはそんな贅沢しないんです。歌舞伎揚げをそんなポンポン買わないんです。いや、歌舞伎揚げ美味しいよ。歌舞伎揚げ美味しいよね。うん。The bottom line. Until we see a pattern of higher unemployment, lower consumer spending, and lower oil prices, just presume that you need to sell stocks into any rally because the Fed's gonna make sure those rallies are temporary. 好きな日本のお菓子は？ラムネ。ラムネ？うん。ラムネ好き？うん。あの白いやつ？うん。ラムネのどこが好き？うん、甘い。甘い？うん。甘いっけ？まあ甘いか。酸っぱくない？酸っぱい。酸っぱい、うん、それが好きなの、うん、ラムネって自分で作れんの知ってる？いや。お父さんも作ったことないけど、3月のライオンっていう漫画で科学部が作ってた。最近いつ食べた？食べてない。最近全然食べてない、うん、食べたい、うん、日本帰ったら食べたい、うん、バイバイ。